楽しい科学の不思議、なぜ、どうして、2年生。甘いものを食べるとどうして虫歯になるの？甘いものを食べすぎると虫歯になるよ、とよく言われます。口の中には健康な歯を虫歯に変えてしまうミュータンス菌という菌がいます。ミュータンス菌は歯についたままの食べかすを餌にして仲間を増やしていきます。その時、歯が溶ける汁を出すため、歯に穴が開いてしまいます。これが虫歯です。ミュータンス菌は甘いものが特に大好きなので、甘いものを食べた後に歯磨きをしないと虫歯ができやすくなります。歯磨きをしないと虫歯ができる。1.甘いものを食べる。2. 歯磨きをしないまま寝る。3. 歯が痛くなる。どうして太るの？ご飯を食べないとお腹が空いて力が出なくなりますね。そのことからもわかるように、人間は食事から体を動かす力を作り出して生きています。でもたくさん食べて力を蓄えたのに、その後全然動かなかったらどうなるのでしょう。せっかく作った力が余ってしまいますよね。こうして余った力を体はいつか使う時のためにお肉に変えてお腹などに貯めておきます。それが繰り返されることでどんどん太ってしまうのです。太る人と太らない人の分かれ道。ご飯を食べて力を蓄える。運動せず力をほとんど使わないと、力がたくさん余るため太る。運動して力をたくさん使うと、力をほとんど使い切るため太らない。太りやすい食べ物、太りにくい食べ物。